どうも、高井です。処理能力を脳の最大限まで引き出す術、この本の中に書いてある個人でできる範囲で脳みその能力を最大限まで引き出す、その手法というのをこの手帳にまとめましたので読み上げていきます。脳は極めて優れた性能を持つが、ハーバード大卒業生の脳でさえ一度に二つのことをやろうとすると8歳児の脳のようになりかねない。前頭前皮質、これがなければあなたはどんな目標も定められない。日常生活を送る中での自動操縦状態ではなく、物事を深く考え抜くときに要となる脳の領域、頭の中の舞台が限られたリソース、頭の中の舞台を使うときは必ず重要なものに使うこと。頭の中の舞台とは限りあるリソースであり、無駄にしてはならない。仕事の優先順位付けを優先する。優先順位付けは脳のエネルギーを最も消費するプロセスの一つ、情報処理にかかるエネルギーを省エネにする一つの方法。映像を活用すること、文字通り A を頭に浮かべて視覚化すること。逆に映像の情報を言葉に置き換えると視覚化するよりもはるかに多くエネルギーを使う。複雑なアイデアの視覚化は限られたエネルギー資源を最大限に生かす方法の一つ。そしてもう一つの方法は前頭前皮質にかかる負担をことあるごとに減らすこと。その日に対応する4つの重要な案件を紙に書き留めておけば、それを覚えておくのに余分なエネルギーを使わずに各案件の比較のために脳を温存できる。パフォーマンスを最大化するためにエネルギーの消費を最小限に抑えよう。朝の時間を最大限有効に使う。最も注意を要する作業を頭がフレッシュで明晰に働く時間に設定すべきである。それは朝一か休憩かエクササイズの後だろう。自分のメンタルエネルギーを意識してこれに従ってスケジュールを組むのは効果的。一つの方法は脳の使い方に応じて仕事を複数の時間帯に振り分けること。いくつかの異なるプロジェクトでクリエイティブライティングをする必要がある場合、明晰かつフレッシュな頭で取り組むために全まとめて月曜日にやってはどうだろう。一日を複数の時間帯に分けてそれぞれクリエイティブライティングなど深い思考をする時間、会議、メール返信など低型作業の時間に振り分けてはどうだろう。深い思考には多くの労力が必要なため朝早くか夜遅くに設定すると良い。この戦略のメリットは取り組む作業の種類を変えることで脳の回復を図れること、必要ない時には一切考えないこと、対応はどうしても必要でない限り急を要さない作業に注意を払わない態度を貫くこと。結論、優れた意思決定を行う能力は限られたリソースである。一度に頭の中に保持して処理できる情報量の限界、この限界は頭の中の舞台が一般の認識よりもはるかに狭いという事実に起因する。自分が使わない言語の単語やデタラメな単語を4つ覚えるのは事実上不可能。長期記憶に刻み込まれた要素で構成された情報を舞台に上げたときに舞台は効率よく機能する。記憶力が低下せずに正確に覚えられる。情報の塊の数はたったの一つ。焦点的注意の範囲に維持される情報は一つだという明確で確かなエビデンスがあり、二つ以上の情報を長く保持できる。直接的なエビデンスはない。一度に二つ以上の情報を覚えることはできるが、たくさんの情報を覚えると、それに反して記憶力が低下する。プロジェクトの見積もりを作成するために舞台に上げておく必要がある。情報量が多すぎて一度に全部は上げておけない。手に負えないほど複雑な地図を一度に上げておくことはできない。情報が多すぎて脳が扱いきれないからだ。脳が一度に保持できる非対称の表現は一つだけ。
脳はいつでも一つの認識に落ち着く必要があり、一度に両方を見ることはできない。狭いスペースを最大限に活用する。一度に理解しようとする新しいアイデアの理想的な数はたったの一つ。もっと多く情報を記憶する必要がある場合、3つから4つに絞るか、単純化やチャンク化で効率化を図る。複雑なアイデアをコアな要素に単純化する能力は、最も成功しているビジネスエグゼクティブが必ず身につけている。数多くの研究が、脳は反射的に情報の塊に分けることで複雑なルーティンを覚えることを明らかにしている。一度に頭に入れるチャンクの理想的な数は3つから4つ。プロジェクトの詳細で舞台をいっぱいにして、脳の中がいっぱいの場合、答えは紙やホワイトボードの目に入るところに書き出す。その方が楽。チャンクを使ってパフォーマンスに影響を及ぼすことなく、同時に複数の意識的なプロセスを実行することはできない。3つの限界。1つ、舞台を動かすには大量のエネルギーが必要。2つ、一度に1人きりの役者しか舞台に上がれない。3つ、役者は一度にワンシーンしか演じられない。2つの作業を同時に行うことよりも、2つの意識的な知的作業を同時に行うことの方が問題になるという事実を実験を明らかにした。無理を重ねることの弊害。ロンドン大学の研究によると、携帯電話で常にメールやメッセージを送受信していると、知能指数が平均10ポイント低下。女性は5ポイント、男性は15ポイント低下。これは睡眠不足が及ぼす影響に近い。男性の場合、大麻吸引のほぼ3倍の影響度。もしも自分はマルチタスクを難なくこなせてるっていう方は、実際に2つの作業を一度に行っているわけではなく、作業から作業へと注意を切り替えているに過ぎない。解決策としてルーティーンを作ることをおすすめ。パターンを使えば使うほど、その作業に注意を払わずに済むようになり、一度にできることは増えていく。職場のディストラクションによって1日あたり平均 2.1 時間奪われている。ディストラクションっていうのは注意散漫要因ですね。現代のオフィスワーカーは平均11分で集中力が途切れてしまう。一旦集中が途切れた後、元の作業に完全に戻るまでには25分もかかる。ディストラクションを管理する最も有効な方法は、考える作業をしている間は全ての情報通信機器の電源を切ること。スマホの電源を切るとかね。特にこれは勉強中はいいんじゃないかな。人が一つのことを集中して考える時間は平均してわずか10秒であり、すぐに別のことに意識が移ってしまう。邪魔が入らなくても集中力を維持するのは難しい。集中力を保つのにはどうしたら？思考への集中を維持できるかどうかは、いかに集中するかではなく、いかに不適切なことに注意を向くのを抑えるかにかかっている。脳のブレーキシステムは最も脆弱でエネルギーを消費する部位に位置している。約 0.3 秒前に今から指を動かすと命令して行動を起こそうと意識してから実際に行動を起こすまで 0.2 秒、つまり 0.5 秒最短でかかるんですね。自分の心の動きに注意を払い、行動を起こす衝動が生じた時点でそれを察知することが不可欠になります。行動に勢いがつく前の早い段階で、迅速かつ頻繁に拒否権を発動する習慣を身につけることが肝心。この 0.2 秒っていうのは拒否権ができるところで、やるかやらないかっていう意思決定が 0.2 秒なんです。前頭前皮質が最高の働きをするには一定レベルの覚醒が必要となる。そのレベルは極めて高いが、高すぎてもいけない。最高のパフォーマンスをするには適度なプレッシャーが必要。例えば観客が一人もいないと集中できないし、プレッシャーが多いとセリフを忘れる。生活からストレスがなくなればパフォーマンスが改善すると思ったら大間違いで、朝ベッドから起き上がるにも一定のストレスが必要となる。
この種のストレスはユーストレス、またはポジティブなストレスとして知られている。ポジティブなストレスは集中力を高めるのに役立つ。この本内容を手帳にまとめてこうやって話すということをしてますけど、この動画が良かったなと思ったらグッドボタンをお願いします。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。